ああ、花崗山いいとこね。翔さん、花崗山はあんまり来たことないの。そうなんです。そう、いろんなお店が、うん、そうね、日体寺の参道にある、はい、ちょっと何か所か寄り道しながら行ってみましょうか、はい、どんな国の雑貨とかアクセサリーとかを、はい、あ、かわいい。こんにちは、お邪魔いたします。はい、しおりでございます。どうぞよろしくお願いいたします。こちらも、あ、かわいい、ほんとかわいい。今日は降らないかも。え、今日は降らないかも。そうね、そうおかわいい。はい、ありがとうございます。つけてみていいです。あ、いや、赤色が好きなの。そう。これがこれと同じものなんですけど。はい。で、最初に真ん中の指につけなきゃいけないんですけど、ちょっとつけて。ちょっとね、指が太いからね。あー、きついね。そうなんですよ。そこが難点。そうね。こっちはフリーなんですよ。はい。これでちょっとやってみて。はい、はい。真ん中。ぴったりレールの一番、うん、そこでつきそうですね、なんとか。はい、あ、かわいい、うん、私の手でもかわいい。ね、かわいいよね、アクセントになってね。600円、これいただいてきます。いい、その買い上げで、はい、ありがとうございます。はい、2階楽器なんですけど、よかったらどうぞ。楽器、はい、民族楽器。はーい、すごい、懐かしい。オーストラリアの、あー、ディジリズ。そう、ディジリズ弾くやつね。そうです、親指。あー、いい音ね。はい、そう、ね、これ両手に本当はするんですけどね。で、これね、そうです、トゥルントゥルントゥルン、端っこ、こういう感じ、トゥルントゥルントゥルン。難しいですね、意外と、ね、意外と難しい。カスタネットって意外と難しいですね。それを、ね、踊りながらやるんですね。うん、ね、うん、今日の一緒にやってたい。もう見た時にね、そうね、はい、ありがとうございます。あ、すごい。やっぱりね、伝統もだしね、手作りもだしね、あったかいよね、うん。必要ないとは思いますけど、こういう瞑想の時に使う。ああ。しおりさんには必要ない。ああ、はい。すごい。ああ、すごい。すごい。こういう高音が出た。ああ、綺麗。うん。今2つの音。すごい。こんなのこれ。どうもありがとうございます。面白い。ねえ、かわいいね。買っちゃいましたね。はい。そう。そう、ちょっとね、異国っぽいわ。ね、今日の服に合いますね。そうね。行ってみましょうか。はい。みたらし屋さんだ。みたらしなの。うん。お好み焼き、うわー、懐かしい、こんな店いっぱいあったのに、子供の頃。うん、こんにちは。こんにちは、しおりでございます。こんにちは、はい、どうですか、醤油味のみたらしだめです、ね、はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。わー、美味しそう。おい、おこげのやつ、いいね。ありがとうございます。いただきます。
うーん、昔ながらのお醤油味、はい、ね、お湯お団子はたまに食べられます。大好き大好き、うん、まあ、センチのかき氷なんでもいいね懐かしいね。センチってわかります？わかります、わかります。えらい、名古屋人しかわからへんね。そうね、で、センチかね、いちごかね、メロンまでかな、はいはい、そっから後のやつはなかったな。はい、お母さんありがとうね。どうもありがとうね。はい、また夜からね、はい、また来てください。はい、ごちそうさまでした。